り勝てなかった。今の僕じゃ、お師匠様、ごめん。なんだなんだ、お前の力はそんな程度か。立ち上がる気力も失せちまったのか。僕がロイヤルナイツになるなんてやっぱり無理だったんだ。お前は強さだけを求め、がむしゃらに突っ走ってきた。それは間違いじゃねえ。けどな、それだけでは本物の男にはなれねえ。本物の男には本物の覚悟が必要なんだ。お前にその覚悟があるのか。覚悟なんて、僕にはそんな。そんじゃお前の戦いはここまでだな。誰だてめえは。お前ついてくるなって言ったやろ。もういいんだ、僕はもう。なんで、お師匠様から言われたからってこんなことしなくてもいい。ハックモン、そいつの背中を見てもまだお前にはわからねえのか。背中、僕を守る背中。ハックモンよ、ロイヤルナイツの称号は誰かに与えられるものではない。世界を守護する者を誰ともなくそう呼び始めるのだ。守る者になれ、ハックモン。世界を、デジタルワールドを、大切な友を。その鋼の意志がお前を必ずロイヤルナイツへと導くだろう。僕は強くなることだけを求め修行してきた。けどそれじゃダメだったんだ。戦うことの意味、大切なのはそれだったんだ。僕は戦う。僕をかばってくれるこの人を守るために。ほうほう、少しはマシな面構えになったじゃねえか。その覚悟は本物かどうか、今一度試してやるぜ。全力でかかってきやがれ。かかってこい。Yeah!
かわせるか。君がいてくれてよかった。いい覚悟だったぜ。これなら合格だ。なく番長レオモンに勝てた。この僕が。それはお前が守るものとなったからだ。お師匠様。私との修行でお前は確かに強くなった。だが真のロイヤルナイツとなるには背負った何かを守れる力と志が合わさった。真のロイヤルナイツへの道が開かれる。それは私と修行しているだけでは決して得ることができぬものだ。だからお師匠様は僕をこの人に預けたんですね。その甲斐はあったようだな。
僕の体が。新たなロイヤルナイツ、ジエスモンの誕生だ。新しい姿となったお前が私の後を継ぐのだ。はい、僕やってみます。やってみるはない。やるのだ、ジエスモン。はい、ありがとうございました、師匠。君にも世話をかけたな。礼と言ってはなんだが、これからは我が弟子が君の力となるだろう。あるいは私よりも頼もしい仲間となるやもしれん。よろしく。言ったようだ。苦労をかけたな、友よ。危うく本当に消滅しちまうところだったぜ。協力に感謝する。君にも礼を言っておく。水臭いこと言うなよな。男の門出に立ち会えたんだ、俺は嬉しいぜ。しかし本当に強くなったな、あいつ。あいつはまだまだ強くなる。いや、そうでなくては困る。何せ私の弟子なのだからな。それじゃ今度はこっちの修行に付き合ってもらうぜ。俺もまだまだ強くなりたいんだな。望むところよ。